東福とは、春節の際に家々に貼られる、福の字を書いた赤色の紙。一般に上下逆さまに貼ることから、東福と称される。福の文字は、現在、幸福の意味で使用されることが多いが、東福では、福義、福運の意味で使用されている。その福が至るようにという願いを込めて、倒して貼ることが一般的となっている。また、 川堀が頭を下にしてぶら下がっている絵も、服の発音が同じなため、東服の記号として扱われる。宋代に記された、夢上六に、車窓官僚、さ、ゴミへ、清庭戸、かえもんしん、かかり正気、く豆腐、天ハルパイ、採取粗相との記載があり、ハルパイが赤紙に、服の字を記した東服であり、現在確認できる、最も古い東服の記録である。 東北が刻印されたダスライヒ師団のティーガー愛戦者、東北の習慣に関しては、名広支部帝の皇后であった馬皇后の伝承がある。とある春節に最初後部帝は、お忍びで姿勢を散策した際に、とある人物の描いた念画を目にした。そこには豊作を願った転足をしていないスイカを抱えた女性が描かれていたが、後部帝は、海星の夫人の足が太いという画題が、 純日出身の馬皇后が民間の出身で転職をしておらず、気品に欠けると嘲笑したものと考え、念画を描いたものを処罰しようとした。宮廷に戻った、後部帝は念画を描いた人物を調べさせ、無関係なものの家には、服の文字を書いた紙を貼るように命じ、翌朝、服の表示がない家のものを処刑しようとした。馬皇后は、この計画を知ると、 無実の罪で処罰される民衆に同情し、明け方までにすべての家に対し、服の表示を貼ることを命じた。馬皇后の命により、翌朝城内の家中に、服の文字が貼ってあり、皇武帝の命を受けた、紙幣は、どの家のものを処罰するかわからなくなっていた。しかしその中の一件が文字を知らなかったために、服の文字を逆さまに貼ってあることを発見し、皇武帝に報告した。 コ部帝ミカドは服を倒して貼るということは、民衆の生活が苦しいことを皮肉った行為であると、激怒し、おはやし軍に対しその家のものを残首するように命じた。またしても夫であるコ部帝ミカドにより、婿の民衆に危害が及ぶことを恐れた馬公房は、起点を働かせ、その家のものは、コ部帝ミカドの使者が訪問することを知って故意に服を逆さに貼って、服が至るを表現したと、 後部文門を説得し、向こうの民衆に危害が及ぶことなく済んだというものである。それ以降善良な馬皇后を検証し、女優に民衆は文上に服の文字を対処した赤紙を逆さに貼り、一家が平安であることを願ったと言われている。1943年4月、東部戦線におけるハッピータイガー。社面装甲の向かって、右側にダスライヒ師団マーク。 左側に東北マークが確認できる。ありがとうございます。